漁業魚をさかなクン以外で自然な人って私だけじゃないかなって <laughs> 自分で言うのもなんですが皆さん今日はお越しいただきありがとうございますあの大阪でに来れて大阪の上演に駆けつけて来られたのが本当に嬉しいです。 ありがとうございさかなクンをのんさんご自身が演じられると最初に聞いたときは、どのように感じられましたか本当にびっくりしました、皆さんがさかなクンをのんがやるって聞いたときに、えっ、いいのって <laughs> 思われたと思うんですけど、そういうと同じくらい私も驚きました。うん なんですすけどあのすごい嬉しくて私はヒーロー願望が強くてずっとあの性別関係なくヒーローポジションをやっていきたいって思ってたからミー・ボーンの役が来た時に幸せでしたね。あのよく他にもさかなクンをやってぴったりな方いるかなって想像した時にノンしかいないのかもしれないって。 すごく踏み落ちて、それで絶対にやりたいなって思いました。ご自身でもハマり役だったということですね。ハマり役です、ね。<laughs> <laughs> 珍しく自分でも言えるくらい、いやあの思います。ます男性とか女性を超えてのまあ、キャスティングに今回なってると思うんですけれども、その辺はいかがでしたか？そうですね。なんか私もその部分で私が魚くンやっていいのって。 びっくりしたんですけどあの脚本読ませていただいたりとかあのさかなクンのパワーを、あのー、目の当たりにしててシンパシーを感じる部分があってあのー、あやれるかもって思えたんですねでも自分が腑に落ちてても見てくださる皆さんはどうかなっていうところが気がかりで。 あのいたんですが本読みに行った時にあの監督の後ろに置いてあったホワイトボードに「男か女かはどっちでもいい」って張り紙がしてあって「これがこの映画のスローガンです」って監督におっしゃっていただいてでそれがすごく助けになって安心して取り組むことができました。 ノンさんがミー・ボーさかなクンの役を演じられるっていうことでこう自分にしかできなかったんじゃないかなとかぜひここ注目してみてほしいなんていう場面はあったりしますかあそうですねうんとさかなクンにミー・ボーが本当に今のさかなクンに覚醒する何ですかね予告編でも出てると思うんですけど。 さかなクンの帽子をかぶって、ねはい、ギョギョギョって言ってるシーンがあるんですがギョギョギョを映画でやっててさかなクン以外で自然な人って私だけじゃないかなって <laughs> 自分で言うのもなんですがそう思えたのでギョギョギョって言ってるシーンがあの自分の自慢かもしれない <laughs>。 自分でもしっくりきたんですかね。ぎょぎょぎょのシーン。ぎょぎょぎょはしっくりきました。<laughs> あとひよ、さっきひよの話が出ましたけど、ひよとのシーンは本当に楽しいし、すごい青春を感じられるシーンだと思うので、そこにも注目していただけたらなって思います。